小杉凛と森尾由美のパスパスする。そんなことより俺の家の前で朽ち果てたジョグが世界遺産に指定されたよ。もうね、何がすごいっつってもね、今3時1分ぐらいなんですけど、はい、あの終わったばっかなんですけど、あのディレクターの柳沢がいねえんだよ、はい、で撮るぞ、このまま行きなり撮るぞっていねえと思って、はい、今戻ってたんですけど、なんトイレってことはエンディングの何分かとかクソ指定みたいなことでしょ、ずっと。お前のトーク。ずっとクソが指定でしょ、それは。もう腹立って腹立ってもう。本番中に？もう本来だったらあと5分ぐらい待って始めてもいいんだけど、腹立って腹立って始めてやりましたあれ、こう危険なんだよ、あのディレクターの柳さん言っときますけど、危険なの。自分がいなくても進むってことを確認することが。これね。全然今、エンジニアの岡部さんだけで普通に始まったもん。何の違和感もなく始まりましたから、ねえ。まあ、ということで、あそこにあるのはオブジェっていう。オブジェオブジェですよ。オブジェね。あの、家の前で口当てていくジョグと同じですよね。あれ面白いなと思うのに、なってんでしょ、最終的に指定されたんで、美しいと。その様が。様が美しいっていう。いや、でも思うんだけどさ、はい、あのね、この間ね、はい、うちの横のところに、この間ってもう2年ぐらい前かな。ホンダのクラブマンっていうバイク、はい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 、結構昔好きで、で250が最初出て、はいはいはい、あのクラシックタイプやったらクラシック、ね、あの、はい、カタログで見るとかっこいいけど乗ると全然かっこいいけど、だって俺クソデブだから、昔からクソデブだから、だって街乗りタイプのパねバイク、でそれもちょっとヴィンテージ系の、はいはいはい、なんかこう分かってる人が乗るよみたいなバイクで、そうですね、ちょっと硬派な、でその後400が出た時にはもう全然金がキーキーでもう買えなくて、はい、っていうそのクラブマンの250が、はい、250、はい、あのナンバープレート取られて。え、ナンバープレート多分ね、盗まれたんだと思うんだよね。ナンバープレートだけですか？ナンバープレート取られて置いたん。壁に立てかけたんなんか。はいはい。あ、これは盗まれたのかな。ああ、置いたんだ。誰かが盗んで置いたのか、廃車したのか分かんないんだけど、はい、っていう。で、まあ、粗大ゴミなわけじゃないですか。あ、ちょっと待って。出た。ありがたい。で、降りてきたよ。何かが。それでさ、あの、いいんだよ、なら。で、それがさ、はい、たまに、横っつってもいつも俺が通るコースじゃない方の横だから、逆サイだから。ああ、逆サイドに置いてある。逆サイだから、たまに見るとさ、ちょっとずつミラーがまずなくなったりとかさ、ああ、はい、パーツがね、シートがなくなったりとか、今、あれがクラブマンだったことを知ってる人は、俺だけなんじゃねえかっていうぐらい、あんだけでかくて、しかも、土に帰らないものがですよ、はいはいはい、ああいう風にゆっくりゆっくりなくなっていくんだなと思って、そうですね。いやね、僕の知り合いの子でも、なんかこう、どっかにバイクが捨ててあると。はいはいはい、で、俺このミラーもらってきたんだよ、みたいな。で、なんかすごいそれが思うのは、僕は、昔、免許取り消しになったんですけど、それまで CBX400F っていうバイクが乗ってたんですよ。はいはいはい、でその CBX400F っていうバイクをすごくよくできてるなと思ったら、免許を取り消しになった日に盗まれたんですよ。取り消しになった日に盗まれたんですよ。盗まれたんですよ。で、もう、すっごく悲しかったし悔しかったんですけど、はい、ずーっと僕の中ではそれをどっかで動いてんだろうなと思ったんです。あー、なるほど。土に帰るものではないから、どっかにあいつはあるんだという意識があったんですけど、はいはいはい、そのクラブマンを見て、ああいう風にねっていう、なんかああなってんだなーっていう感じの。僕もね、5年ぐらい前にモンキーですか？モンキー、はい。モンキーを盗まれたんですよ。ね、モンキー。で、まあ。ね、持って行きやすいじゃないですか。鍵をかけてたとしても。モンキーは持ってきやすいようにあるシステムだと。なんか大人二人で普通にね、行けちゃうじゃん。軽トラの荷台に乗せちゃう。持ってきちゃうじゃないですか。うわぁ、やられたかと。普通に来たるべき日が来たかと思って、そしたらニュースで東南アジアとかでやっぱ売られて、で、今すごい被害が増えてるってニュースを見て。だからさ、どっちがいい？自分の盗まれた愛車が、はい、そのちっちゃいパーツになって、例えば今、レーダーがあるとするじゃん。はいはいはい、愛車レーダーがあるとするじゃん。はいはいはい、パッて見たら、はい、どこにあんのかな今の愛車レーダーで、パッて見たら、関東地方全部にバラバラになってるんだと。バラバラになってる、そう。一点なんだけれども、ベトナムにあるっていう。はい、僕はね、やっぱベトナムの方がいい。そうなんだよね。動いててほしいんですよ。活躍しててほしいんだよね、あれね。ここにこうパーツごとに活躍じゃなくて、やっぱ個体として、マシンとしてどっかのね、こう大地を走っててほしいみたいな。でも日本にあれば、それを見ながらドラゴンボールを集めるみたいに、一個ずつ、その楽しみか。その楽しみで、いつか復元できんじゃねえかみたいな。無駄にほら亡くなったクラマさんゼロ戦復元してたんだもんね、あの人。
ゼロ戦マニアで、そのゼロ戦の、その、墜落したゼロ戦のパーツを少しずつ、その、お相撲さんの頃から給金で買い集めて、ゼロ戦を一台直すってやったから、そういう感動したの今なんか。感動しました。なんか。俺も CBX 一台一台、こう、一個一個ネジ、ネジあったーやって言いながら、こう、回してつけていくみたいな。ああ、そうか、そういう楽しい。いや、もう考え方次第ですね、じゃあ、それは。売れ線の、こう、バイクってそこが弱点なんだよね。あの、バイクって、別に全部のこう、バイクに限らずだけど、一個一個の保安部品に対して、一個一個の部品に対して何かこう、ネジが止めてある、あの、取れないようになってるわけじゃないじゃんか。そうですね。たまにね、道路標識のところにさ、チェーンロックがあってさ、チャリの前のタイヤだけコローンってなってる。ありますあります。はて、これは何だと思うけど。何の目的で持ってったんだと思いますよ、ね。カスタマイズしやすいように、前輪とかすぐ外れるようになってんだよね。はいはい、はい。したら、外人とかスケールでタイヤ持って歩いたするよね、あの。いますバイクいますいます。なんか俺最初見た時なんだお前と思ってびっくりしちゃった。この間下手したらお前両手でタイヤをこうやって挟んで両足で挟んで、はい、お前がなるんじゃねえのなんかそんな超人いましたよね。なんか電人ザボーガーって俺たちとかあったんだよお前電人ザボーガーなんじゃねえのかと思ったけど、いやだってこの間六本木で車のホイールのもうタイヤついた、うん、あれ重いじゃないですか。うん。両手で必死に抱えて。それは取ってきたんじゃねえの逆に。え？車のホイールをお椀のために持ってんの？わかんない。だからホイールにでもタイヤのゴムがついた。いや、タイヤですよ。あお持ってる感じの。それは別だろ。俺の言ってんのは MTB っていうモトクロスバイクっていうのはああいうやつだよ。普通の、で、ちっちゃい、なんかちょっと片手で持てるやつですよね。車はないだろ。なんですよ、本当に。なんでハンドルを持ってかないの変なんだ。ネジでやるんだったら、一番安全だから。いや、わかんないですよ。もしかしたら、どっかの、その、部品屋で、部品屋っていうか、そういう、ホイールを買って、なんだか電車を買って、俺持って帰るわ、みたいな。で、車の方は、今日家止めたんだよ、みたいな、そういう。車もさ、団地の横とか止めてるやつでさ、こう、分解されてるやつあるよね。ありますね、ありますね。ある日突然さ、俺たちがよく行くさ、あの、野球のグラウンドのそばとかもさ、車が1台止めてあってさ、それがさ、どこでどうも多分ジャッキアップしてレンガ挟んで持ってってんだろうね。いつもタイヤなくなって、ね、タイヤがねえとかありますもんね、あれ。いつも思うんだけどさ、あれをさ、延々とさ、ビデオで撮って早回してみたいな。どういうおっさんがどれをね、ちょいやいやいやなんかこう、アリンコが死んだその、道を全部食い切るみたいな。ああいう感じのものをね、すごい感じ。おもろいですよね、それね。なくしちゃったものって今どこにあるのかね。ああ、見つかんないですよね、あれ。で、しかも、土に帰るものは土に帰ってるじゃん。土に帰ってないものは、はいはい、今言ったように東京、関東中にレーダーになってるとはいえ、はい、広がってるとはいえ、どっかにメイン部分はどっかにあるでしょう。考えたこともないですけど。俺、小4の時に盗まれた自転車、どこにあるんだろうと思うんだけど、どっかにあるんだろう。なんかね、静岡県の方の海岸が、はい、浸食が始まってて、その昔埋め立て地だったんだけれども、はい、なんかね、ある日突然、その海岸のその、ゴミをいっぱい集めて捨てるところで、はい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 、ものすごい古いデザインの空き缶とかがいっぱい出てくるようになって、なんだっていうのを調べたら、はいはい、その先のところの、その埋め立て地の崖が、はい、侵食されて、全部持ってかれて。ああ、な、それで。昭和40年代中盤の地層みたいのがどんどん剥き出しになってって。下からみたいな感じですか？そう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 。えぐられ、水。えぐられて、それこそ昔の、その、不法投棄されたりしてる車とかが、はいはいはい、急に地層の中から出てくるらしいんだよね。ああ、じゃあそこに俺のチャリはあんじゃねえかって。欲しいですか？欲しい。欲しいんですか？チャリですよ、もう。だってもう乗れないでしょ、だって。俺が一番最初に人を引いたチャリだよ。え、何の記念その記念なんすか、その金子さん。お豆腐屋の金子さん。お豆腐屋の金子さん、子供の写真撮るの好きだったんだけどさ。ああ、でもそう考えたら僕が小学校に乗ってた、ね、アトムの、チャリ。チャリとか、あの、つとむくんを引いた。初めてつとも。そうだよね。怒りに任せて。まさか、これは違うよ。絶対金子さん子供の写真撮るの好きだからすげえ近くで撮ってたんだけど、はい、毒だろうと思ったら金子さんが無意って言ったから、なんで無意って言ったんだろうと思ったら、乗っかっちゃってただけだから。
そういうの。向いてないですか？向いてたんだよ。覚えてんだよ、未だに。かな、なんか、金子さん、どかないかどかないかって思ったんだけど、向いって言った時にはもうぶつかってたっていう。あ、金子さんはぶつけると向いって言うんだよ。引くと向いって言うなーっていう。その認識は間違ってますけど。すごい思ったんですけど。どこにあるんですかね。でも、どっかに土には帰らないですもんね。今まで利用とかされてるんですか。今まであって自分のもう手元にはないもんで、あれ欲し、はい、今欲しいなと思ったら今戻ってきたらいいなみたいな。なんですかこれ。俺あれかな、小学校の時に授業中、はい、俺すげえ壮大な漫画を描いてたんだけど、その漫画を取り上げられた、その漫画。自分の描いてた漫画ってことですか。すっげえつまんねえと思うんだ。ものすごい独りよがりで描いた漫画があって、はい、あれ手に入れてーなー。ああ、でもなんだろうな、俺。あと何かな。だってさ、年取るとさ、はい、こう俺たちまだわからない境地だけど、まあ、俺らで言えば、ファミコンのカセットとかがたまに買ってやってみたりとかするのと一緒で、はい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 、年取るとブリキのおもちゃとかを買ってさ、すごい高い値段で買ってさ、はい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 、自分の持ってたやつをめでたりとかするじゃん。はい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 、それでこう、自分、そこのを、インデックスにして、こうなんかこうタイムトリップじゃないけど思い出したりとかして涙ぐんだりするみたいじゃんか。俺たちだとまだファミコンソフトでたまに涙ぐんだりとか。なるほどね。ソンソンの二人プレイでなんで顔面を殴られなきゃいけなかったんだろうみたいな。そういう、ソンソン。結構きつかったですよね。もうさ、と顔面の中央を殴られてさ。ここもこれね。いきなり、いきなり、おとなしいやつなのに、いきなり無言で俺の顔面の中央を。はい。え？ずっと俺が野菜を取ってたわけ。プレイ？プレイ？リアルプレイに、リアルプレイで、二人をやってたわけ。で、俺が豚を、俺がちょっと腹の底で、俺、仲いいやつで、ケンコは豚だって言われて、はい、豚のソンソンとトントンのトントンの方をやらされてたわけ、はいはいはい。それもちょっと腹には据えかれてたわけ。なんだよ、お前、その豚って、ね、っていうのあったんだけど、はいはい、そんな中で俺が、もうお前そんな俺豚扱いするんだったら俺の方が麺だからみたいんで、はいはい、ソンソン、こう、タケノコが生えるの知ってる？タケノコ打ってると隠しキャラみたいにタケノコが生えてくるわけ。はいはい、でそのタケノコを、その、ずーっと取ってたわけ。はい、ストロさ、そいつ、いきなりさ、途中で黙り始めたからさ、はい、俺あの音楽を歌いながら、そのずっとやる、まあ音楽をなんか著作権都合で言えませんけど、はい、お前は豚だっていうやつを、そんなの流れてね、軽快なやつだよ。わかんないから。オリジナル歌っといた方がいいかと思って。おい、やってたらいきなり顔顔面裏剣でバーンってやられて、タケノコ取んなよって言われて。を思い出しながら、はい、その、ソンソンのカセットをやる。やるんですか？うん。で、あと、その、殴った近藤君は死んじゃったから、言わない。あいつ、最後俺に会いたいって言ったのに、俺仕事忙しくて全然行けなくて、死んじゃった。うん、なんでコメントしたらいいんですか、俺。俺もどう？どう？本当のことだけにどう？どうすりゃいいんですか、それ。全然わからないけど。もっと明るく。心のどっかで俺、近藤君が死ぬ前に、お見舞いに行けばよかったって今も思ってるから。だから、だから、だから、どうすりゃいいの、それ。どうもできない。次のあれらしいよ。あの、任天堂のさ、新しい、はいはい、なんだっけ、なんか名前、ドルフィンだっけ、なんか、レボリューション。レボリューション。はい、ドルフィンはゲームキューブが出る前の名前だ。ああ、はいはいはい。レボリューションは、なんかそういうのダウンロードで昔のファミコンのやつとか全部できるらしいよ。わざわざ中古屋さん行かなくても。だから、この配信で。そうそうそう。死んだ近藤とやったりして、そうそうそう。それをやりながら、だから、近藤にもダウンロードを渡して、近藤買ったから。伊集院さん、はい、暗い。そうか。暗いっていう、俺が言うのもなんですけどね。近藤は明るかったからね。そのコメントがなんかちょっと痛いです、なんか。ギャラがもう分かった。でもだ、今面白いんですかね、昔のゲームをやって。あれ、イコール面白いは嘘だと思うんですよ。懐かしいとか、ね、懐かしいも入れた上で、そのスイカ前も嗅ぎ分けた上で、逆にもその新しいゲームをやり尽くした後でのやつだから、じゃあその昔のゲームをいきなりみんなに普通にあげてもそれは嬉しくはないと思うよ。僕、だから楽しめないですよね、僕、逆に。そんそんだ、なんでなんか、うわ、つまんねえと思っちゃうんですよね。なんでこんなつまんないの好きだったんだみたいな感じ。そんな感じですね。あー、それまだ若いな。若いですかね、だから、こうのみたいのにそんそんの面白いを伝えようと思ったら、やっぱりその、はい、新しい、その、レボリューションの全機能を使って、はい、ものすげえリアルなタケノコ。一個一個形が全然違う。他はドットね、他はドット絵だけど、タケノコだけはこれすっげえんじゃねえの、これ、みたいな。はい、はい。ちょっと、なんかね、えぐみも残ってる感じがするやつが出る。ちょっとまだと楽しめないと思うけど、どんか楽しめないですよね、僕。じゃあ、コードの世代でいう、なんか、はい、そういう懐かしさをこう喚起するものは何なの？
昔は俺全然コーロと同じ感覚で、もうなんか変だし、都電なんか、俺都電の地元で生まれたけど、はい、ジャンマーだな、都電なんかもうなくなっちゃえばいいじゃんと思ってたけど、はい、あ、でもこれどうやら50ぐらいになった時に都電を懐かしいとか言うんだろうなと思ったりするし。それぐらいの世代って何ですか？でもやっぱ、友達とかでもファミコンとかをね、普通になんか今やってんだよみたいな。ファミコン何歳？僕が小学校1年生の時ですね、発売は。はあ、そんな。そうそう。小学校1年でファミコンだ。ファミコンです。はあ、俺ファミコンはもう物心ついてたんだよな。中学生か小6ぐらいだったから。ああ、はいはいはい。だってよく遊んでたものとか。あ、でも金消しとかなんですかね。ああ、でも金消しまだそんな懐かしくないでしょ。金消しとかあれだよね、あのシャーペンの芯を、あのバッファローマンのもう片方の方にも、の刺したりとかして、それで、もうバッファローマン、バッファローマンみたいな。やんでよ。まあ、それが近藤がやった。だからもう、近藤はそれがすごい。近藤さんはいいですよ、もう。バッファローマンすっげえ可愛い。なんでシャーペンの芯刺すんですか。バッファローマンの顔中にシャーペンの芯刺したりとか。ちょっとそういうところで凶暴性出ますよね。カッターでなんかカッターで。すごい切り刻んでるとか。あははははははってやついた。あれなんか、リアルにミートくんとかを。おい、やった。そうそう。バラバラにしてるやついますよね。バラバラにしたりするな。ミートくんとかつって。あと、コンちゃんが、もうそういうの。気ぃつけちゃったよ。コンちゃんが。気ぃつけちゃったよなぁ。え、金消してる、もう懐かしくないんですかね。金消しよりも、もっと前ですか。もっと前。あの、スーパーかけ仕込むとかは、スーパーかけ、で、思うのが、スーパーかけ仕込むのランボルギーニカウンタックとか、その当時の一番人気のやつ、はい、フェラーリ 512BB とか、はい、ああいうのなんとも思わないんだけど、当時もう出るたびに使えねえ、使えねえって捨てたフォルクスワーゲン、はい、出るたびに、ほんだら、金消しで言えば知恵のワーマンよ。ああ。知恵のワーマンって、もう出るたびにもう使えねえよと思ってて、はい、入れんなよ、カズニーみたいな。あれ、なんでトントン相撲でリッチマンが弱いのはおかしくねえみたいな感じだったでしょ、はいはいはい、ね。あの、知恵のワーマンこそ欲しくなるよ、なぜか。お前が今を取ったら。ああ、なんであの時捨ててたんだと。なんかその捨ててたっていうような思い出もずっと一緒になって、なんかこう。へえ。俺はフォルクスワーゲンはボールペンの上でパチパチやるやつだと、ね、はいはい、こうバランスが悪いの、やっぱフォルクスワーゲンの形してるから。はい、だから、そう、進んでくんないでしょ、お前から。はいはいはい、でもフォルクスワーゲンなんかどんだけぶん投げたか。フォルクスワーゲンぶん投げさせたら日本一ぐらいな。そんなぶん投げたんすか？そうそうそう。で、遠藤くんが、そのフォルクスワーゲンを拾ってすごい集めてた。あ、また。元気！遠藤くん元気！遠藤くん元気！遠藤くんは元気ですね。遠藤くん元気ですね。ただね、家庭のね。遠近で言うと金の方がちょっと、あっと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 。なんでそこ持っていくんですか、もう。セットで思い出すから面白い。あ、そういう意味での思い出すんですか。あれは大丈夫？あの記憶で。はい、ある時期まで、はい、中学校の席の順っていうクラスの、はい、席の順で書けるじゃん。ある程度、まあ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 、書けますね、ある程度。俺は、あ、この辺座ってたとか、はい、前後ろとかやっていくと、結局全クラスぐらい書けねえ、お前の年だと。中学ですか？中学。高校はね、覚えてるんですよ。中学ね。あ、俺ごめん、高校あんま行ってねえから。引きこもっちゃってたから。そこ振る？いやでも言ってた時期もあったでしょ？ 1 年は書ける。2年は怪しい。3年は誰がいたのかもわかんない。3年もほとんど言ってないから。ああ、でもね、中3ぐらいまでは僕書けました、ね。小6は？小 6？ うん。小6はちょっときついなぁ。メンバーは大丈夫。あの、例えば名簿を見せられて、こいつ同じクラス、こいつ同じクラスじゃないはいける。やばいっす、それもう。嘘、俺そうなったのって35ぐらいから、俺35ぐらいまでは全然いけたもん。僕だって、半年ぐらい前に高校の同窓会みたいなのって行ったんですよ。うん。俺結構名前出ないやついっぱいいましたもん。高校で？高校でです。学校行ってたんだろ？行ってました、行ってました。俺はわかんない。高3のやつが全然わかんない。一方的に言われ、ああ、ああ、って言うけど、全然わかんないけど。なんですかね、もう帰るが、なんかもうね。いや、それがね、怖いのはね、嫌だなと思うのは、覚えてないのはいいじゃん。俺そんな覚えてらんないよってないよ。はい。俺は、こういうの覚えてんだよなーっていつも思ってた。ああ。だから覚えてたことを覚えてるの。はいはいはい、覚えてたことを覚えてるのに、今覚えて、でも、ウルトラマンの1話から全部なんて、覚えてたんだよ、はい、完全に。あ、もう完全に覚えてたんですね。最初がベムラー。はい。第1話、ベムラー。はい。ね。
第2話からポン。あ、でもと昔は言えたことを言えたことをそれ覚えてるんですよ、ね。俺いい年超えて言えんなーってとこまで覚えてたのに忘れちゃってるから。そこに安心しきっちゃったんでしょうね。じゃあ逆に言うと。でこれをどんどん熟成させてかすかになってった時に見るのがいいよ。はあ。それは確認じゃなくてなんかそれ蓋がバカって開く瞬間だからそれが楽しいんだよね。何年も開けてねえもんを開けるみたいな。そうすると。急にその記憶がパッと繋がった瞬間の快感みたいに、あれだーっていう。はぁ、なるほど、なるほど。日ハムの背番号とかも全部覚えてたよなぁ。全然思い出せないわ。1番菅野。いつのですか？俺の全盛期の日ハムだよ。なぁ。2番高城。全然わかんねえ、高島。3番、富田だったかな？富田など誰だったかな？これ分かる人いるんすか？ 4 番がもうわかんねえもん。4番なんか絶対覚えたはずだよ。はぁ、ああ、でもなんかそういうのちょっと。雪沢ピンとこないのがこっちは。あ、そっか。そうって言わないね、お前ね。俺、知らないもん、ね。ピンとこないで、知らないですもん。ジャイアンツの外人とかで絶対みんな分かったはずなのに、分かんなくなってるもん、なんかどっかで。ああ、まあありますよね、そういう外人。出したら、その、ね、名前が出てこないのは別だけど、名前が出てきてるのに、前後が分かんなくなったりしてるのに。はい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 。すーごい、なんか、憂鬱な感じなんだよね。何なんですかね、あれね。なんか外人思い出せない時ってなんか、ちょっとショックですよね。すっごいショック。最初から覚えてないやつとかいいの？俺、あの、外国の俳優の名前とか最初から覚えねえから、ああいうの全然大丈夫なんだけど。はいはい。ハリソン・フォードとか言うけど、いや、最近ハリソン・フォードやって覚えたけど、まあインディ・ジョーンズじゃねえから、どっちもだって、これ。まあインディ・ジョーンズ、宝も探さないで、何が裁判出てんだよ、みたいな話になってくるから。そういうのね。全然それで俺大丈夫。それはもうずーっと、高校生ぐらいの時からずーっとそうだから。おー、なるほど、ね。インディ・ジョーンズ出てるやつあんじゃん、なんか、刑事でっていうような言い方だから。からそういう言い方だから、全然、大丈夫だけど。おっちゃん待ってるけど、でも、野球の選手は覚えられないと、ちょっと、やばいんだけど、だ背番号で言え、例えば今、日ハム、多分北海道とかで聞いてる日ハムファンが、伊集院さん日ハムファンならちょっと背番号覚えクイズしましょうよ、みたいなこと言うじゃん。はいはいはい。多分今の人は、なんか回路が壊れちゃってるみたいで、覚えられないし、はい。今の人はもう覚えられないと。今、でも1番って新庄でしょ？新庄ですね。2番小笠原。小笠原ですね、はい。3番がもう。3番。で、後で言われれば当然そうだね、3番だねと思うんだよ。3番誰だ。3番わかんないですね。4番奈良原。はいはい。5番セギノール。ああ、セギノール5番。俺はもうほとんど知識ないですよ。セギノールはでかい。6番は田中幸雄さんですね。田中幸雄。うん。7番が、坪井がつけてたのは覚えて坪井ですよ、今だ、いますから。あ、そっか、つぼい、阪神から来たつぼいですよね。そうそうそう。あ、7で合ってるわ。8なんか絶対中心選手だって、絶対。あれ片岡が8だったってことは金子が8かな？あー、10は？ 10、木本。木本か。つまんねえ。音声感じるか、これは。ごめんなさいね。もう聞いてもらったから大申し訳ないんですけど、こんな調子でやりますよ、この、ここに関しては、すごい、こんな調子で。僕、なんだかわかんないんですけど、一番最初の時に、この音声チャンネルをやるって言った時に、はいはい、腹立つ言い方で、僕は音声チャンネルはやらないって言ったんですよ。はい、なぜなら、はい、もう、本番に全力投球したいから、やらないって言ったんですよ。そしたら、いや、別に、本番の音を切り取って再放送でいいから、3分ぐらいの再放送でいいからやってって言われて、みんな横もやるんだからやってって言われたんですよ。はいはい、それで、じゃあその本番も生で聞いて一番面白いと思ってやってるから、はい、再放送とか嫌だからって話して、はい、俺3分ぐらい喋るわって言うんで始めたんですよ。なんすか、23分っていうの意味がわかんないですよ。あったら来た。お、また喋ろう。出た。すっごい喋ろう。今スイッチ？全然違う話題で喋ろう俺。今スイッチですか？今スイッチ入ったから。交換だろ。賞味3分ぐらいだ。今24分撮りましたけど、ディレクターの柳沢の仕事としてこれを3分にする仕事があるわけですよ。よく考えたら。お前がですよね。ですよね。あいつなんかダダラにこれ全部話してるけど。話投げなんて。契約問題なんだよこれは。契約を俺3分喋る契約なのに。なんかいつも聞くと俺が喋ったら全部やるだろうお前。編集がめんどくせえからあれで言ったら。おかしい。それはすごく世界に。完全にオブジェですよね、そうなると。あの男本当に。マロちゃんったらオブジェじゃないですか。オブジェやんか、お前らの。ちょっとオブジェに関する面白い話しようぜ。え、ないわ。ないわ、全然ないわ、それ。3分、それからもさ、ひっきりなしに俺が喋ってんのよ、ずっと。はい。なんかこう、ラジオだからと思って。
でもこれは放送事故とかないわけだから。あ、そうなんですか。そうだよ。だってラジオ放送の法律として放送の決まりとして放送事故あるわけだから。あ、そうなんですか。なんだ。いいんじゃんじゃん。あ、そういうもんなんですね。いや、僕全然疎いんで。で、やっぱり、こうのにしてみれば、これ喋る機会、ラジオで喋る機会だからって、ね、一生懸命、ああ、間を開けちゃいけないとも喋る。そういう意味では、違う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 。タバコ吸ってるよ、この人。ゆったりしてんなぁ。いいんですか、そんなんで。いやいや、これもね、ほら、この放送、ほら、ウェブの放送楽しみに聞いてる人もいらっしゃる。はい。そんなのは君に言われなくても分かってます。ですよね。大感謝をしております。小さにやっぱこう、放送後の、なんか、あの人はどういう人なんだろうとか、ほら。それをね、はい、こういう人なんだってところを聞いてほしいんですよ。タバコを吸ってずーっとあれなんだっけ、ほらあのほらって人なんだって見せたいわけですよ。そういう意味じゃいつも俺楽屋でそうじゃんですけど、ほら、ね、俺ね、なんかね、病気なんだって絶対このあのはい違う、はい、今言ってますけど、その、イントロクイズこれ。赤いランプがついてるやつがついてて、今生放送だと思うと喋れるだけで。はい。そんなに日頃俺、有名な人でもないじゃん。まあ確かにね。頑張り、ね、頑張り決め込む時の方が多いですよね。テンションが上がると急に街の警備をしようって言い出すだけで。びっくりしましたもん、そういう時だけ有名なだけで。基本的にはそんなに喋ってないんですけど、僕本当に家とかではほとんど喋らないですから。ですよね。家なんて会社喋ってるの大好き花子状態ですよ。本当に。本当のね。コピーしてるみたいな大好き花子。逆に言うと大好き花子さんは家では大好きさんめちゃめちゃ喋るらしいけどね。ねえ、みたいですね。強いらしいよ、大好きさん。すげえ強いらしいですよね。変だし、ガチンコで喧嘩したらお笑いの中にはかなりトップクラスなぐらい大好きさんは強いらしいですよ、噂ではね。すごいらしいですよね。これ嘘だとしてももう、本当だとしてもどうしますよ。変だし、芸能界で K1 があったら大輔さんが1位らしいですよ。かなりもう入りますもんね。大輔さん、瓦を40枚割れるらしいですよ。なんかそれつけてますよね、そこは。大輔さんがいっぱいつけてますね。大輔さんが強いといいなって話になっちゃって。最後はもう完全に希望ですよね。強かったのなって話になっちゃって。ああ、でもそうですよね。普段そんな喋んないですもんね。喋りません。やっぱ、すんごい真面目ですからね、僕なんかね、普段はね。ん？すごく真面目ですから。真面目の。いつも一週間何で過ごしてるかっていうと、一切家から出ないで、フリートークの台本を書いてますから。ああ、買い物に行ったことにしよう、行ったことにするなんてどうだろう。家だって今日放送で何したっけみたいな。リアルに。あれは完全台本で僕喋ってますから。で、しかも台本を現場に持ち込むのはクソだっていうふうに、一応皆さん。要は見えないとこで台本にして。全部覚えて。そういう構成とか全部して。全部して、それ喋ってますから。まあ本当ですか。あの君たちと一緒の部屋ですけど正座ですよ、いつもずっと正座して、あ、こう行こうかな、こう落とそうかな、うん、結構低反発のマットにうずもれてる姿を。そうでしょ、あの低反発マットレスにうずもれながら、ああだったらいいな、俺が DJ だったらいいなみたいな、ね、そういう感じの。なんすか、え、DJ タレントだったら今日あたりどんな番組行くのかなみたいな感じでやってるし。それはむしろあと聞いてる人に言っときますけど、河野なんて人はいませんしね。俺が声色でやってますから、ずっと声色で、渡辺なんていう人もいませんし、びっくりすると。あと、聞いている人とか言いますけど、そんなものはいませんからね。あと、伊集院さんとか言ってますけど、試験管に入ったノーですからね。試験管に入ったノーです。危ない、変な方に行っちゃった。怖くなっちゃった、コーナが怖くなっちゃった。怖い。コーナなんで怖くなっちゃったんだよ、そんなことで。怖い。こんなちょっとした無事故障ええみたいなこと、なんで怖くなってんだよ。危ない。お前昔一人でそういうの考えると怖くなってたな。すげえ、なんか大事な、絶対触れちゃいけないところに自分は差し掛かるんじゃねえかみたいな。俺、ほんといねえんじゃねえかと思いますよね、あれ。俺、小学校の時に、その、両親へありがとうみたいな作文が声かけて言われて、俺、大真面目に書いたからね。両親とかは、ちゃんと俺が寝た後自分の家に帰ってるのに、はい、頑張って俺の両親、そう、全然本気で、はい、多分まあそれカウンセラーに見せるといろんなことわかると思うんだけど、ね、どうしてタレントだ、俺本当に、全然嫌いとかじゃないんだよ、はい。両親とかは両親をちゃんとやった後にはプライベートを楽しんで、はい、それで一応こう両親をやりに帰ってきたりすると思ってたから。あ、もうそういう役を演じてると。なんか演じてるっていうか、そういうもんなのか、そういうものだと思ってた。だったし、あと、
冷蔵庫を閉めたら冷蔵庫の中はなくなるんじゃないかと思って。もうこれね、ちょっとかなり言ってることわかんなくなってくる。いや、なんかでも僕ちょっと。それで冷蔵庫が、こう、電気はいつ、なんか冷蔵庫のライトこう、ドア閉めて消えて、開けるとつくみたいなことを言うけど、それはなんで俺はそんなこと言ってるんだと思って、ついてないとこ見てもいないのに、みたいなことになってきて、で、そのうち冷蔵庫はドアを閉めた時に中はなんだっていう感じになってきて、それでこう冷蔵庫の横のとか、そうそう、こうです。まだ虹ある、まだ虹あるみたいな。はい、はい。そんな。俺、すげえわかる。俺やってたもん。丸一日できた、俺。丸一日できた。ああ、じゃあそれはうちの多分冷蔵庫の構造が、カチッって言ったら電気が消えたんですよ。うちのはわかんない。だから、ああ、そういう仕組みかって俺はちょっとこっちの現実世界に戻ってきましたけど。うん。あ、俺はそれを突き詰めていったら全部わかった。全部わかったから。ああ、なるほど。あいつか。あいつの、ああ、危ない危ない。虹色ステッキか。この試験管の人は。虹色ステッキか、そうか。試験管の中に入って脳が危なくなっちゃうから。所詮俺たちは全員、あの長いヒゲに繋がってんだ。結論はっていう。何が宇宙だよって思ったもん。いや、でもね、何がアポロだよと思った。結果、あいつの、あれじゃんか。さじ加減じゃねえか。誰ですか、あ、村岡さんのさじ加減じゃねえか。村岡さんことこの世じゃねえかと。危ない。もう俺、この今日ペースであと2時間喋るよ。そうするとあと2時間喋っていくと、みんな分かっちゃいけないことに気づいていくんですよ。そういう意味で言えば。でいて、次の週、ファンレターで、はい、伊集院さん、ちょっと体を休めてくださいって話が大体来るんですけれども、休みませんよ。休みません。いや、でも。俺本当ね、伊集院さん、本当に僕は失礼かもしれないですけど、うん、やっぱ伊集院さんある程度そういう意味での、やっぱね、ちょっと特別なワールドを持った人だとは僕は思うんですよ。なんだこれ、なんだそれだよ。でもね、うんうん、でも、ほら、要は、ある意味人のね、道を外さないで生きてきたわけじゃないですか。どうやってこう復帰してきたんですか。それは村岡さんの差し加減だって言ってんだろうよ。村岡さんの作った感じで、その答えが俺は差し加減を絶対その辺を間違えないから大丈夫なんですよ。じゃあもう村岡さんのおかげなんですね、じゃあ。村岡さんのおかげって、お前村岡さんってすっごいその、知らねえ人みたいな言い方したけど、お前だって最終的には村岡さんのヒゲの上についてる毛玉的なものだからね、最終的にはね。なんだこのタイガル一滴みたいな。そういうことだからね、みんなね。結局みんなヒゲのね。そう、そのヒゲの先にいっぱい繋がってる毛玉みたいなもんだと。村岡さんがこうしたら面白いと思うことの方に進まされていってるわけなんですよね。ね、うん、ごめん、ちょっと俺そろそろ薬の時間なんで、俺もう帰るわ。やっぱり村岡さんから。やっぱり